はいどうも、はい、ミツアンドです。お願いします。では一応頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。トミーです。カンタです。お願いします。お願いします。ということで、はい、まあもう家で いろいろ動画を撮り始めて、うん、もう1ヶ月ぐらいですか。もう1ヶ月以上ぐらい経ちましたよね。だって5月ですよ。5月です。5月も真ん中です。真ん中です。でやっぱり、うん、まあ僕らのサブチャンとかでよく遊ぶじゃないですか。そうですね。遊んでるね。遊んでて何するかって言ったら、うん、サッカー。サッカーやりますね。サッカーがメインチャンネル以上に盛り上がる瞬間あんのよ。そうね。サッカーボールと一緒に移動したよね、はい、俺。そう。大食いしてるとき足の下でサッカーボールいじってるって。プロサッカー選手のなんかね。そうね、ロナウジーニはボールと一緒みたいな。でですね、やっぱ僕の相方のトミー君は野球やってたと。野球やってました。ということで、買ってまいりました。こちら。ストラックアウト。ストライクトレーナー。ストライクトレーナー。すごっ。お店にあるやつですよね。これ本当は外でやろうと思ってたんですけども、届いてたんで、うん、家で。危険だけど、でもそういうのも楽しいじゃん。その、リミッター外せないか。うん。僕ね、めちゃくちゃコントロール悪かったです。え？一試合で、16奪三振、16フォアボールぐらい。スーパーフォアボールって言ったらってすごいですよ。ギャンブラーじゃん。ちょっとあっちの家、 あっちの家っていうか、お前の家すぎるんだろ。違う違う違う、あんなのお前。あっちにも家あんだって。2人でガチでストラックアウトやったことある。なんか昔スポッチャとかにあったとか、なんか動画とかでバッティングセンター行って横でちょっと投げてみたりとかしてた気がするけど。あっ、はいはい、おちゃんとしてますね。向こう持ってきますか、とりあえず持ってきますか。ただこれめっちゃむずいよ、多分。だってこっからでしょ。そこっすね。多分まあ低いから上のあれに当たることはないけど、ちょっとやってみて。いや、すごっ。え、いや、俺野球多分そんなできないのよ。え、ちょ、やってみていい？やってみていい？めっちゃちっちゃいじゃん。うん、いくよ。うん、うわ、こっちよりちゃんとダメだよね。ストライクアウトって12球だっけ。12球です。いや、すごっ。2枚抜き。じゃあ俺2枚抜き。そう、お前2枚抜きしろって。いけ。やっほー。あー、もう2枚抜きという可能性がなくなった。ちゃんとしたストラックアウト、まあ、距離もちょっと測りました。 10m、 はい、ただ家です。はい、で 10m で、12球までに、はい、全て、倒せば、クリア。クリア。12球で9枚の板だったんですね。さっき軽くやったらいけそうだったよね。いけそうでした。いきましょう、はい、もう公式戦です。トミーからと。でもね、もう1球目外したらもう終わりですよね。はい、じゃあ1球目からお願いします。いきます。めちゃくちゃアンパイいったのに。え、真ん中でやったんだ。ど真ん中でして蹴ってましたからね。じゃあ失礼します。ちょっと運要素も少しあるんですね。やべ、嘘でしょ。嘘だ。ちょっとやばい、緊張してきたわ。もうだって2球ミスってんだよ。だってもうあと1球しかミスてない。まあ、でも2枚抜きっていうのがあるから。そうだね。いきます。はい。うわあ。横の何か。俺らこれで外したらもう全部ミスった人だよ。いや、俺行くわ、うん、やべえ。ちょっと再放送。やべえ、再放送。行こう。行きまーす。指ぶつけた。やべえ。やっぱり全然喜べなかった。投げた後ガシッて。ケガすんのは違うって。もう毎回運動の時ケガすんのよ、こういう時絶対。いきます。やっば。おお。2球で3枚です。はいはいはい、いきます。うわ、これいいよ。
だから1、2あたり行きたいよね、ほんとはね。やべっ、うわぁ、よしよしよし、めちゃくちゃ引っかかっちゃった、やばいな。これちょっとやばい空気あるな。いやでもまだミスってないカウントだから。3球で、3球で3枚だね。3球で3枚。いや俺4狙おう。うん、変わらずね。おお、いいじゃん、いいよいいよいいよ、いいよ、これめっちゃいいよ。あー、惜しい惜しい、やばい、もうちょっと俺ミスりまくるのちげえわ、動画的にも。はい、うん、よし、4番、バイバイ。6球終わりで、あと6球か、あと6球いけるな、じゃあいけるぞ。なんで、なんでダメなんそこ。やばいじゃん、あと5球じゃん、もう1球も見せれない。ええ、違う、でも2枚抜きがまだかも。あ、そうだね。うわ、すごっ。うわ、嫉妬するわ。俺できないの違うわ。やったぜ、やったぜ、よっしゃ。うわ、もうやばい時期に入って、コントロールがあんまり良くないんだよな、俺あんま考えないのがいいんだろうな。おーい、当たってないのに5番倒れてる今。トミーだからそれ。ダメ、うわー、奇跡の前。三球見せる、三球見せる。はい、行きます。はい、まあまあめちゃめちゃ三。ガッシュ、違うよ、確かに板倒れたけど。行きます。はい、まず1球しか見せない。そうだ、危ないから気持ち的にね、プレッシャーすごいから今外せって思ってた。なんでだよ、なんでだよ。いや、くそ惜しい。まあしゃあないよね、頑張っていってる証だからかな。いけたこと
姉妹バスケだと思って、そうそうそう、スリーポイントシュートだと思って、いや意外とそうなんだ。うわーダメなんだ。ステイホーム割引みたいなないかな、2級増えるみたいな。いきます。よっ、伝説の4枚引き、はい、やったありがとうありがとう、あっしよしよお前、よし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 、くそもう地獄ぐちゃぐちゃ、分かった、ぐちゃぐちゃ、ぐちゃぐちゃだよ。頼むわ、1枚いいから。おいお前いいよ、来た4球でまさかの6枚。もうだっていいもんな、もういいよ、ずっとやってんだから今日おいお前お前バッチ当たって前に出す1枚見たことねえよじゃあもう絶対できないわじゃあもう絶対あんなことされるのは絶対できない絶対クリアできないよ、あんなすごっ、奇跡の映像だでも6球あ5球で5枚だからまあ悪くはないよ、決めるわ、よし気合でいった、気合でいった、いや今ねポール球早くしたいよとりあえずじゃあもう3枚目で決めちゃってよ、決めていい、決めちゃって、ありがとうみんな、あすげえ、これ来たぞ、え今何だっけ、何だっけ、次9、あと3球以内にこれいけばいいか、9、あ、9、10、10、9、10、10、あと4球だよ、4球以内にその4を抑えればいいわ、それちょっともう完璧にして、しかもお前得意じゃん4、よし、いくわ、確かにね、いやそうね、まあ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 達成しましたということで、めちゃめちゃいい運動にはなりました、はい、本当に。ただ正面から腐ってるなっていうのはまあ一瞬ありましたね。まあやっぱ感じた人も多かったのかなと。はい、すいません。ただ楽しかったです。今日はい、本当に楽しかったです。はい、今日も楽しい一日でした。ありがとうございます。ということで以上、今日のみつさんでした。はい、ぜひチャンネル登録してください。はい、また明日、ありがとうございました。